県庁を訪れた中島理沙監督と川端由紀さんら侍ジャパン女子代表のメンバー5人は、玉井副知事に5月のアジアカップでの優勝を報告し、女子野球を応援してほしいと話しました。三好市で行われる女子野球ワールドカップグループステージ B は、予選を勝ち抜いた6チームが出場し、日本代表は7連覇をかけて戦います。女子野球まだまだ知られてない方もたくさんいると思うんですけど、この機会にぜひ広島に足を運んでいただいて、彼女たち の熱いプレーを見ていただきたい。明日からの金沢スタジアムでの合宿、気合を入れて世界一に進めるようにチーム全体で頑張っていきたいと思っています。日本代表チームは明日から3日間三好金沢スタジアムで合宿に入り、強化試合も予定されています。女子野球ワールドカップグループステージ B は9月13日に開幕します。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ足癖スポーツチャンネルとマドンナジャパン TV に登録していただき、今後も私たちを応援してください。